はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加代まりのです。以前ですね、うちの YouTube チャンネルで、司法書士のですね、私の同期が逮捕されたという情報を、皆さんにお伝えさせていただいたんですが、今日は、その続報としてですね、結局その後ですね、逮捕された男性が、時効成立1日前で、起訴されたということで、非常に事案としてはですね、珍しいわけではありませんが、時効1日前 の、 起訴ということで、本当にですね、警察の方、ナイスだなと思ったわけなんですが、その逮捕された人物が、よりによって、司法書士さらにですね、私の同期合格者ということもあって、ちょっとね衝撃を受けたんですが、その男性が後半で初公判、終わって、今現在ですね後半が続いているわけなんですが、その情報続報としてですね、また改めてご紹介させていただきたいと思います。でこのですね司法書士の男性、静岡県の、男性司法書士なんですが、2005年に10代の女性の家にですね侵入して、頭を殴るなど暴行を加えた上、わいせつ行為を及んだということで、当時の、法律でいうと、強姦致傷罪ですかねに、現在は強制性交等致傷罪になると思うんですが、当時の法律で強姦、致傷罪というですね、罪に問われて、そこで逮捕されたわけです。で、後半では人として最低なことをしたということで、涙をぐるというね、情報が伝えられています。状況下で、検察側にね、どうしようと思ってたのかとか、いろいろな質問を受けたわけなんですが、この男性は何度もね自首をしようとしたとか言われて、言っていてですね、検察がなんでじゃあ自首しなかったんだと言うとですね、どうしたらいいか分からなかったというような、そういった胸のですね、供述を裁判で行ったりしているということなんですが、いずれにしても本当にね悪質極まりないということで、検察が懲役5年を求刑しました。で、一方で弁護側はですね、この司法書士が逮捕された直後に、被害者の方にですね示談金を、お支払いして、示談が成立したということで、減刑を、求めているということで、あります。で、状況はこんな感じなんですが、実際ですね本当に、知らない人の家に侵入してですね、暴行を加えてね猥褻行為をするっていうのは本当被害者の女性がどれほどね、怖かったか、それを考えたところでね、休憩、5年なんてね本当に、短すぎるなというふうに、思います。ましてやね司法書士という、社会的にですね信用された、これがね確実に、なくなってくると思いますが、それだけじゃ済まないわけですよね。この男性今後ねどういう形で、復帰するのか、分かりませんけれども、私としてはねも、5年は短すぎるかなというね、印象が ありました。で、私ね本当に合格同期でして、名前がですね私は加代まりのでした。この方もね家業から始まる名前の方で、研修でね席が本当真後ろだったんですよ。よくね喋ったりもしたので、本当に逮捕された時は驚きましたけれども、こういう人はあったんだなということで本当怖いなと思いました。司法書士が犯罪者になったというよりは犯罪者が司法書士になったというような、感じだったというところだと思います。で、さらにですね情報によると、この人どうして時効1日前に起訴された、逮捕されたのは時効1ヶ月前だったんですが、起訴されないと時効を完成してしまいますから、急いで起訴してそれが1日前だったということなわけなんですが、どうして、捕まったかというとですね、別の犯罪事件で起こった、証拠と、当時被害者の家に残されていた指紋が一致したからということだそうなので、この人はですね実はこれ以外に別の犯罪を犯しているということなんですね。なので、司法書士としてというよりは本当に、人としてどうなのかという、思うところはございますが、今月の10日に、刑事事件は結審するそうです。でそこから判決ですので、年内には、判決出るのかなという気が しております。で、そのあたりも、情報として、また、出たら皆さんにお伝えしようと思います。
まあ、私はね、YouTuber としてはやっぱり事業に関する情報は、ポジティブな情報もネガティブな情報も合わせて発信したいと思っているんです。なので、なんか行政書士タイムのニュースとかね流すと、行政書士の人で怒る人いるんですが、別に司法書士でも弁護士でも、そういった事業全般の情報を発信するものとして同じように発信してますし、なんかそれで、それをなんか行政書士関係ないとか言われても、行政書士だからこそ発表してるわけですし、これもこの男性も、司法書士だからこそ報道がされてるわけです。なので私も司法書士だからこそ、発信するということでありますので、まあ、不快であれば見ないでいただきたいということで、ございます。まあ、そんな感じで、今日は司法書士のね、まあ、同期で、逮捕された人がいたので、この人の続報をお伝えさせていただきました。皆さん今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。Thank you.